復元された古墳時代の小座根孔と昇格付け兜。2006年の橋本達也らの指摘のように、サネ鎧と呼ぶべきとする意見も強まりつつある。傾向は古代日本のなら平安時代に用いられた孔の形式の一つ。古墳時代の同形態の孔に対しても用いられてきた名称であるが2006年の橋本達也らの指摘のように近年、古墳時代のそれについては、 小金孔、または、サネ鎧として区別すべきとの意見が出てきている。鉄製や革製の短冊状の小板である、小金に先行し、組紐、革紐で縦横に脅して連接する構造の孔である。傾向の後は、聖武天皇崩御七十七回期にあたる、天平商法八年六月二十一日に、孔明皇太后が、皇廷の遺品を、東大寺に献納した、際の目録。 東大寺建物帳に見え、それによると、炭鉱十具、傾鉱90両が建納されたとある。古墳時代の傾向は、奈良時代の建物帳などの資料に記された、この傾向という名称を古墳から出土する小ザニ作りの項に便宜的に当てはめたもので、古墳時代の傾向が実際に、どのような名称であったのかは明らかではない。また、奈良時代の資料に見える、 傾向も実際にどのような姿であったのかは異物がほとんど残っていないため明確ではなかったが現在では打掛式傾向と呼ばれる形態だったと推定されている。埴は傾向武人。なお、この形式のサネ鎧は奈良時代の炭鉱にあたると考えられている。群馬県立歴史博物館に展示された 金井東浦遺跡出土港を着た古墳人の複製。小座根港は内側の人骨が見えるように側面を切り開いた形で展示されている。古墳出土甲中についての考古学的な研究史は明治期に遡る。1898年に千葉県木更津市議院大塚山古墳から出土した小座根作りの港について小杉温村が 東大事件持つ町に見える炭鉱であろうと報告したが、3年後の1901年に、岡山県小田郡新山古墳から出土した幅広の、鉄板を連接した板作り形式の鉱を、沼田よりすけが、夕食古実研究の大家として知られていた、関安之助の教授を受けて、炭鉱と呼んで報告した。これ以降、古墳時代の板作りの鉱を、炭鉱。 小谷作りの功を傾向と呼ぶ傾向が定着していき、1913年には高橋賢治が炭鉱、傾向の呼び分けをすでに用いている。初期の古墳時代研究において、当時代の甲冑形式の枠組みを構築したのは末永正夫である。末永は板作り鉱と札作り鉱の形態的、技術的な分析と分類をした上で炭鉱、傾向の形式名を定め、 今日まで引き継がれる当時代活中研究の基礎を築いた。札作り校については、奈良県奈良市、窓か寺市寺、墓山古墳や和歌山県有田市宿古墳の出土例などを検討して、打掛式傾向と銅丸式傾向の2形式を設定した。古墳から出土する小金鎧は、脅し紐が普及すると形状が崩壊し、小金も錆びかしてしまうため、 部分的にしか残らず、全体像の復元が容易でない。そのため研究の進展が遅れていたが、埼玉県両田市埼玉東海山古墳や奈良県、イカルガ町藤野木古墳の出土例などの類例増加により、バラバラの状態から全体を復元する方法や、脅し紐の連接法などによる分類が可能となり、1980年代頃から研究が進展し始めた。 2000年代以降、中国や韓国でもサネ鎧の研究が進展したため、東、アジア的な視点での形態や、技術の分析、経緯論などが検討されるようになってきている。2012年には、群馬県渋川市の金井東浦井石で甲冑を着た、ママ春菜さんの火砕流に飲まれた、甲を着た古墳人が発見されたが、その近くで同時に発見された、別の甲冑で、 小金が数の星のものが見つかり新発見となった。打ち掛け式は小金を紐で連接して構築した2枚の装甲板を型上で繋ぎ、銅の前後にサンドイッチマンのようにかけて装着し、両脇は脇立て状の別部品の走行で覆うタイプである。これに対し銅丸式は小金を脅した札板を銅に巻きつけるように一周させ、前方で引き合わせて装着するタイプである。 昇格付け兜や、まびさし付け兜などの兜や、肩甲、膝甲などのパーツが付属する。同時代の板甲とは全く異なる構造をしており、導入時から大陸の技術的影響を強く受けて成立したものと見られている。五世紀中頃以降に登場し、打ち掛け式傾向の後に、銅丸式傾向が登場する。前述の考古学上の研究史に見るように、 古墳時代甲冑の形式名称は、奈良、平安時代の文献資料にある語を引用紙、板甲に、炭鉱、サネ鎧に、傾向の語が当てられて成立したものであったが、これについては、美術史学者や甲冑研究者の中から早くから、問題が指摘されていた。宮崎隆による、東大事件も帳など、資料記載内容からの構造分析によると、資料に見える光、 炭鉱は、共に、缶を用いる製作法であることから両者とも、小金鉱であり、傾向は、脇立てを持つことから考古学に言う、打ち掛け式傾向を表しているとされる。また、炭鉱については、脅し紐の量の多さから、銅丸式傾向を表しており、現在、炭鉱と呼ばれているような板作り鉱を示していない、ことが確実視されている。 考古学者の橋本達也は、東、アジア的視点での古墳時代古代甲冑の研究が施行されている現代において、文献からの明らかな御用が指摘される、炭鉱、傾向の語を使用し続けるのは不適切であるとして、美術史界の甲冑研究者である、山上八郎や山岸元浦の故障法や、日本の帯金式甲冑と技術的に共鳴関係にある。 韓国南部の同形体の鯉が、イタコと呼ばれていることを参考として、イタコサネヨロイとするべきではないかと提言している。角ノヒトや内山敏行など、古墳時代古代の甲冑に対して、小ザネコやイタコを使用する研究者は増加しつつある。律令時代において、傾向の訓読みは、打ちかけのヨロイまた、掛けヨロイという。古墳時代の傾向と同じく鉄。 革製の小ネを脅して連接した製造法である。点は共通するが、製造や補修記録から推定して、兜や健康、膝甲などの付属品は具備していない可能性が高い。宮崎隆の文献検討により、打ち掛け式傾向であろうとされている。また、発生紀代の小ネは、古墳時代やより、後世の小ネに比べて、細長くなることが分かっている。ただし、 奈良時代の孔は、小座根の一部残血しか伝送しないため、それが、傾向のものか、炭鉱のものか判断が困難とされる。秋田市教育委員会による1999年度の秋田定石第72次調査では、小座根孔の部品である漆塗りの小座根が大量に、発見された。小座根は9世紀前半のもので、革製だと考えられている。日本初期の記述として、 アスカ時代、人身の乱時大分君自身が、矛を捨て、鎧を重ね着して、刀を抜いて、いられながらも敵陣に突入したといった記述があり、サネ鎧によって、甲の重ね着が可能となったことがわかる、最初の記事である。演技式の記述からも、律令期における傾向の小金の枚数は、大鎧の半分以下であり、作る時間及び重量も少なかった。したがって、 前日の日本書紀の記述にあるように、重ね着をしても付箋は容易であったと考えられる。馬上鎧である大鎧においても、その幻想の下に腹当てといった軽装甲を着用する事例はあるが、この場合、種類が異なる甲での重ね着である。ありがとうございます。